皆さんこんばんは。こんばんは。ゆうこのメイドの土産です。です。本日は皆さん大好きポップコーン全紹介となります。ポップコーンバケツね。ポップコーンかっこバケツあかっこ味、はい、味もね、はい、ポップコーンかっこバケツ天中黒と味かっこ閉じる紹介でございます。はい、ね、USJ にはたくさんたくさんのポップコーンがあるんですね。はいはい。まあ、ちょっと変わった味とかも、はい、王道の味とかもあって、はい、なんたってバケツがねめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛いね。可愛いんです。最近はねねずこのバケツでいろいろあったりとか、はい、そうですね、いろいろ汗汗でしたでございましたが、はい、今日はその一周して時計回りでね一周して、はい、ポップコーンを売ってる場所と、はい、売ってる種類、はい、味ですね、はい、とバケツをさらっと紹介させていただきます。さやかたち結構ねバケツは持っとります。めっちゃ持ってますね。持ちります、はい、あるものは家でちょっとインサートを取って、はい、そのバケツを紹介したいなと思ってて、どんな具合かっていうのね。そうそうそう。でもし買ってないのがあれば、はい、まあ、買うか買わんかはその時の気分で決めて、はい、ポップコーンは絶対に絶対に絶対に食べたいと思います。さやか大好きな味がキャラメルなので、はい、それを狙っていきたいと思います。最初何味好き？俺はね塩バナナが。あれ癖になる。ミニオンのとこでしか買えないやつです、ね、あれいいよね。お母さん大好きよね確かあれ、はい、はい、ということで行ってみましょう。せーのわからんな今の。メイドの土産。メイドの土産。はい、皆さん見ていただきましたか？はい、見ていただきました。たくさんの味と、うん、種類はまあ、うん、あ、一緒だなって思うところが多々あったかと思われますが、
今からね帰って、はい、あの自分たちが持っているポップコーンバケツ、あの過去のものもね、はい、ありますので、そちらも紹介できたらなと思います。ドラえもんとかあるもんね。ドラえもんぜひ早く紹介したい。はい、さやか、ちなみに今日はキャラメルポップコーン買いまして、いい、ね、これがねレギュラーサイズです。はい、レギュラーサイズで500円になります。はい、はい、結構ね量ありますね。ということで、ちょっと柄ちょっと気になるね、この門とグローブとハリドリと、あ、これロンバーズランディング、ほら、ほんまや、ね、これあれやない、ディスカバリーとか、ディスカバリー、現在これ撮影してるのが2022年の1月の1日になるんですけど、結構ねユニバって季節ものとか期間限定のポップコーンバケツが多いので、今回はそちらも、期間限定、今回紹介したのはネズコだけかな。そうやね、ネズコのポップコーンバケツだけですね。他はですね、例えばハロウィンになったら、コウモリ姿のミニオンであったりとか、いろんな、ね、季節ものがあると思いますので、今日紹介したのは、常設のポップコーンバケツと思っていただいて大丈夫かなって思います。はい、あと1点ね、今回ね場所をね紹介してないんですけど、メルズドライブインの前に1個ねポップコーンのカートがあるんですけど、結構ね空いてるのが稀っていうか、めちゃめちゃ混んでる時しか空いてないので、今回は紹介を省かせていただきました。空いてる時はスヌーピーが売ってるっていう感じですね。はい、じゃあお家に行きましょう。メイドの土産で、ここからはですね、うちにある、ポップコーンバケツの紹介をさせていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあこちらですね、王様、うん、あの王様ミニオンのね、まあ、王冠かぶっておるミニオンのやつなんですが、うん、これ結構 JTB のさ、うん、なんていうの、あ、ここふにゃふにゃなの、そうそう、ふにゃふにゃなのね。JTB のなんかホテルの特典とかでもついてくる、結構有名なポップコーンバケツやね。これは常設のミニオンちゃんたちですね。うん、ですね、これ結構ねマントの下とかもしっかりと足がついてて可愛くなります。ほいでめちゃめちゃ入るなこれ、うん。入るんよなこれめっちゃ。取りやすいし。ね、そうそう、取り口も大きいからいいです。うん、ああ可愛い。これバンドもね、うん、やっぱりちゃんとこだわってて、うん、これはしっかりと王冠マークのミニオンも入っております。で次はバイキングミニオンですね。バイキング、これしっかり目動きますよ。海賊、海賊やね、海賊さんミニオンです。ミニオンはね基本的に全部目は動くんですけど、うん、ちょっとこれやるの忘れてる気がする。そうなんだ。なんかねこのバンドの質感が結構いいよね。あ、マットよね、めっちゃマット。そうそう、ちょっとマットな質感でほんまにバンドしてるっていう感じのリアルリアル、うん、リアルなミニオンです。でこのねフェンシングみたいなこの剣の部分はしっかりと柔らかい素材でできてるんで、うん、あ、そかそか、ご安心いただければと。あ、ちょっとカス入ってるね。これもね、うん、しっかりと取り出しやすくて中身もいっぱい入るタイプです、うんうんうん、あー、かっこいいやめっちゃ。これアイマティって書いてるけど、なんかあるんやろうね。どういうこと、わからん、俺らもう全然ミニオン見えへんやん。あ、そういうこと。そうそう、わからんだけど。あ、はい、じゃあこちらボブちゃんですね、うん、これはね、うん、ティム持ってるやつ。あ、そう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 、やねんけど、なんかこの時ティムなくしてたよな。そう、すいません、うん、後に見つかりました。でもこれねバカ使ってるんでめちゃめちゃ汚いっていうか、もう上にね仲良し認定証のシールとかも貼ってるんですけど。めっちゃ貼ってるやん。でこのね、あ、しっかりと目は動きます、うん、あ、目やってるね、うん、動きます、かわいい。でこれも見ていただいたら分かるようにめっちゃ汚くて、うん、でこのメガネの部分とかも超ハゲてるんですよ。そう、これはね、うん、ポップコーン無料キャンペーンやってた時にめちゃめちゃ連れ回した子なので。そうやね、はい、まあ普段ねやっぱりポップコーンバケツってさ気にせんとボコボコぶつけるから。あ、そう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 、やっぱ使ってたらあれぐらいハゲるよな。はい、ということでスヌーピーちゃんですね、うん、これも常設やったっけ。これ常設です。ラブって書いてあるよ、はい、ウッディみたいやな。俺の中では、うん、これが一番常設の中でやっぱりクオリティっていうか出来がいいかな。あ、確かにね、お家にも置けるというか普通にね、うん、プレゼントとして渡せるレベルの。確かにポップコーンバケツかなって思います。これは頭を開くんですね、うん、頭を開くって言い方あれ。これでもめっちゃ入りますね。あ、めっちゃ入る、フルサイズで入るやつです。はい、でここがね耳見て、うん、耳ね、これほら布なんです。布すごいよね。でポップコーンバケツのね布系のやつはほぼ全部って言っていいかな、うん、こんな感じで取り外しができます。あ、そうです、そうです。これでもね取り外しちゃうとちょっとね
あの付け直すのめちゃくちゃ大変なのそうやね、ギュッギュッギュッって。あ、これバンドもめっちゃ可愛いな。可愛い、めっちゃ可愛 い, ゃ可愛い。やっぱこれ一番やね。これ一番やと思うな、うん。まあ、ちょっとでかいけどな。そして汚れやすそう。でこれは、ワンダーランドの前にある、はい、ポップコーンバケツなんですけど、これね、いつも置いてるわけじゃなくて、そう、さっきもね多分紹介したと思うんやけど、ま、そう、時々この子いますっていう感じです、うん、そうやね、なんか2分1ぐらいでおるかなぐらいの感じですね。今日はもしかしたらもうちょい確率低いけど、うん、低いかもしれんけどね。開けるとね、これサイズにたがわずめちゃくちゃ入ります、うん、いいね。これなんか子供に良さそう、子供に良さそうっていうか子供用やからあ、子供用か。でしっかりと下の、ね、タイヤも動くんで、こんな感じで素晴らしい。でね、このバンドの部分ね、あの注目していただければと思うんですけど、うん、こんな感じでボトルもつけれますので、なるほどですね、うん、あのお子様にねぴったりですね、うん、ちょっと重くなるけど頑張って、うん、でこれ、はい、マリオカートのやつ、マリオさん、なんといっても高い。高い、何倍だっけこれ、何倍やったかな、ちょっと後で書いといて、うん、書いときます。確かね、4000円台やったと思う。あ、ただね、4000円台で、払ってもいいぐらいのね、やっぱりフィギュア的な、そうそうそう、フィギュア的なクオリティがあるんでね。やばいね、これこれほんまにすごいよ。やっぱりマリカーファンにとってはね、これ絶対もう買いの、ね、絶対買いですね。実際まあ、あ、でこれね、意外とこれ入らんちっちゃーい、ちっちゃいね、意外とね入らん。あ、でも食べやすいかな、食べ、うん、食べやすいかな、開きにくい、開きにくいけどちょっと。バンドめちゃめちゃ可愛いですね。カラフルなのがいいですね。カラフルいいしね。ただね、これちょっとあの太い、あ、めちゃめちゃ、はいはいはい、はい、で裏のスイッチを入れるとこんな感じでタイヤのね側面が、青く光るという感じでも、そうですね、マリオ系は光るものやね、うん、光系やね、光、まあ、やっぱりこんだけクオリティ高くて電飾ついてたらまあ高くなってもしゃあないよな、うん、そうよね、それはそう、それはしゃあないです。でこれスターね、スター、これ持ってる人めっちゃ多い、多いね、っていうかね、めちゃくちゃおすすめです。映えるしな、これも、これね映えやし、うん、とにかく可愛いし、可愛い。でこれもう見ていただき、あ、まあ、まず開くところ開くところね、後ろの方から、うん、これもね結構取りやすい、あ、まあ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 いい感じですね、うん。これどうやったかな、ポップコーンのね、うん、マッシュルーム味とかやったと思うんやけど、うんうんうん、ちょっとまあ美味しいんやけど若干ね大人向けの味、そう、癖があるポップコーンでしたね、おつまみ系のやつです。でこれパシャって取ると裏にこの電源ボタンが、うん、電源ボタンがついてるんで、1回押したら点灯、はい、で2回押したら点滅みたいな感じなんですけど、あらまあ、ね、かわいい。とにかく光量が強い光量強すぎんのよマジでちょっとほら見て、うん、もう部屋全体明るくなってるぐらい、ほんまそう。でこれすんごいんやけど映像にするとで、バンドの部分も、はい、これも太いという感じ。太い、太いの分かんのか、ちょっとね、まあ人好き好きかなっていう感じかな。ここでボブちゃん、これボブ、ね、ボブかな、これ、うん、分からへんねんけどこれねめっちゃ可愛いんですけど、うん、とにかくねあんまり入らない、入らないね、パターンと、これは冬季限、あ、夏季限定かな、うん、夏やったね、夏限定かな、うんうんうん、で夏でももしかしたら来年はねこれ出えへんかもせえへんっていう感じなんですけど、うん、一応持ってるポップコーンバケツで、はい、まあこんなんもありましたよっていう感じで見せていけたらな。そうです、あ、だからここからは、ね、あの期間限定のポップコーンバケツになります。期間限定っぽいやつ、ね、言うの忘れてた。はいはい。でこれねバンドめっちゃ可愛くて、可愛いね、あの日焼けしてるミニオンがねバチコンと入っております。いいね、これめっちゃ可愛いよな、夏っぽ、夏っぽい。でこう浮きはね今裏 見せて、くれたんですけど、裏もしっかりとポップコーンが透ける、うん、透ける感じね。で、はい、これはクリスマスやね、冬やったかな、今年じゃない多分、確かね、これいつやったっけ、あ、今年、去年か、去年やったかな確か、え、そうそうそう、去年買ったっけ、え、え、買ったっけ、一昨年やったような気もする、あ、そんな気もする、うん、分からんね、うん、まあ過去のやつです、うん、あ、見てここね、取り外せてポンポン洗えるようになっております洗うこれそんな真っ黒なるかいそこ取れるんやと思ったけど ね、で、ここ取れて何の意味があるんやろって思った、カチューシャをね、しっかりと取れます、うん、なんで外せるんやろ、壊れやすいからかな、かな、やと思う、うん、でもこれやっぱ出来いいよな、いいね、めっちゃいい、あ、ほいでこのね色合いも素敵やわ、ハッピーホリデイズということで、うん、めっちゃ可愛いな、凝ってるねやっぱバンドも、ほんまに凝ってる、うん、
でこれもね確か2年前のハロウィーンやったかな。2年、うん、2年ぐらい前やったと思います。そうやな確か、うん、これは何、これ何コウモリかな。うん、そうやな、コウモリ、ドラキュラ、ちょっとドラキュラか、あれこれ確かねユニモンの横で売ってたんよ。あ、そう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 、うん、だからまあ ちょっと、ね、動画にもしてるよね、あのイメージしつつなんかな、ユニモンもイメージしつつ、うん、まあしてないんやろうけどね。でこれもしっかりとマントが取れて、はい、取れてのそれからそれからこれ結構ね合皮みたいな感じな。あ、そう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 、でこれモコモコのやつで前にね留め具があってそこを外したら脱がせれるようになっております。そうそうそう、こうパッチンになってるね。そうそうそうなんかナチュラル生ミニオン、あれもない、何着てるやついつも、まあそうやね、オーバーオール、オーバーオールもないからちょっとやらしいな、ね、初めてかもしれない本舗初公開かもしれないもしかしたら生着替えすごいね、うん、申し訳ない。でこれバンドも、これバンドめちゃめちゃハロウィン仕様やね。うん、めっちゃハロウィンやね。これもまたね、今後出てきたら皆様ぜひ買ってみてください。はい。おすすめのバケツになります。おすすめです。ああ、来た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 。あ、ごめん、音割れたらごめん。これほんま大好き。良くて。いや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 、可愛い可愛い。さやかの中ではこれ一番のお気に入りちゃう。もちろん一番好き。ね。色がすごい鮮やか。あ、見て見て。ドラえもんの裏側。2年前やったかな。うん、スタンドバイミー2の時の、はい、XR ライド前で売ってたコンバケツですね。もうめちゃめちゃいい。このね、どこでもドアがスポンジ。スポンジやな。そう。なのですごくふにゃふにゃで、うん、ポケットもシリコンでできていて、そうやね、はい、ふにゃふにゃなので結構変幻自在。変幻自在。変幻自在ね。うん、変幻自在ちょっと使い方おかしかったけど。でもねこれほんまにおすすめやねんけど、うん、多分もう出んよねこれ。出んね、よっぽどのことまあなんで、まあ自慢ではないんですけど、うん、まあこういうのも出たんで、出たっていうかね、まあちょっと買い逃しのないようにね。そうですね、ネズコとかも今もう期間限定で多分ねもう今後出ることはねないっていうか、かなり確率は低いと思うんで、ね、そうよね、もう作品が終わってしまったらもうそれまでっていうのもあるから ね、 やっぱりほんまに期間限定ものはもう買いたい時に買っておくっていうのがおすすめになります。でもドラえもん終わってへんよな、またあるかもしれんや。どうやろうな、あってほしい。本当にエモかったからな、ね、これもう思い出話が止まらん。最後一人で買いに行ったんやけど、うん、はい、ネズコちゃんです、はい、ネズコちゃんですねはい、やっぱりもうクオリティやまない、ね、もうなんていうポップコンバケツ史上最高クオリティって言っても多分いいんじゃないかなっていうぐらい。そうやね、ほぼフィギュア。そうそうそう、ほぼフィギュアですねこれは。これね後ろが開くんよね、うん、でこれね入れたことない、入れたことないし、その人のね、うん、みんな買ってるやろうけどあんま入れへんやろうな、うん、入れてる人もあんまり見たことないかなっていう感じやね、うんうんうん、でこれもしっかりと紐のね、ところは姫ね、姫のところは外れますので外して洗えるという感じです、はい、これ優しいな、うん、ほんまに、まあ、これはもうあの背負えるぐらいのサイズではないんで。そうやね、シンプルに、まあ、汚れたら洗うみたいな感じと、うん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 、まあこれ外して飾れますよみたいな感じ。ああ、そうやね、めちゃんこかわいない、かわいいなほんまに。最近なんかねずこ大人になったけどさアニメでそうやなでこれはもうあのパタパタがここまででございます。ここまでかな、うん、これ以上閉まらないって感じですね。出た当初はねなんかねずこも引っ込むんちゃうかと思ったけど、まあ、そこまではなかったですね。なかったです。ここまでしか閉まらないです。はい、で炭治郎の柄ですね、うん、市松模様、市松模様かな、うん、でこれユニバーサルスタジオジャパンのね、この、文字の中にしっかり入っているということではい、はい、以上となりますね、はい、これ何最後急ですいませんが、急に来たけど大使が財布を探している時の映像なので、はい、じゃあもう締めましょう、はい、はい、では今日の動画が参考になった楽しかったと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、せーのバイバーイ。謎の